メンバーに聞いたところ、110ぐらいが妥当ではないかということだったので、来週までの間に110相当のアイテムレベルの装備を用意しておこうと思っております。はい。で、同じく110相当の装備を持ったクラフト委員会のメンバー22人、パーティー組んで、ふみいちと江戸さん入れて24人にして、そして、11月末のクラフト委員会主催イベントは、クリスタルタワー第3層攻略イベントとさせていただきたいと思います。なるほど。なので来週の放送もお楽しみに。はい、いつも通りの時間に開場しますのでよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、以上お知らせでした。はい、いや相当ねロールプレイしてくれるんじゃないかと期待しております。はい、はい、バッチリ仕込んできてほしいと思います。よろしくお願いします。よしよし、今 LS チャット見たくないですね。もう戦慄してるでしょうけど。よし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 。110っつったよね。あのね、120のやつがドロップするから。なるほどね。110がいいんじゃないかっていう、意見があって、はい、じゃったら俺もうあれですよ、久しぶりにイニシエ装備になりますよ。そうだね、うん、ウーツですね、うんうん、なるほどね。そう、120がドロップするダンジョンらしいね。うん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 、って感じですね。じゃあちょうどいいんじゃないですかね、はい。以上です、来週の11月30日月曜日、はい、夜10時からのエイリアンウェア NVIDIA GeForce Presents Square Enix Final Fantasy 14 Online、はい、NGC クラフト委員会メンバーで挑む、クリスタルタワー第3層闇の世界、お楽しみに。楽しみに、こうご期待。じゃあ終わります。カメラにしてください。はい、いやちょうどいい時間だったわ。すごいね、もう尺調整、食べたことによるこの尺調整がバッチリだったよ。カールとね、ニック、あとシェーンあとローリーもうちょっと透けてる早いね、やっぱ出しとくとすぐ透けるね、広いから、すごい透けちゃってるで、想像してる方もいると思うんですけど、普通の時間に始めますんで、イベント開放とパーティー結成は、もうクラフト委員会メンバー内である程度握っておけるから、イベント開放は済んでるし、パーティー結成もすぐにできるから、もう始まってすぐに突入っていうことができるんですよ。とはいえ、突入してからクリアまでどのぐらいかかるかっていうのと、クリアしてからどのぐらいイベントがあるかっていうのが分かんないんで。あ、それは知らないね、もしかしたら来週の放送はちょっと長くなるかもしれません、そのあたりもちょっとご注意ください。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、以上本日の、ファイナルファンタジー14オンライン生放送はこの辺で終了しようかと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、お知らせが一個、あってもなくてもいいんだけど。何ですか？何だろう？どのお知らせ？まあ、じゃあせっかくだからするか。早いうちにやらんことはないな。早いうちにやっといていいな、別に引っ張らなくても。じゃあちょっと、以上でファイナルファンタジーの放送は終わりです。じゃあちょっとこちら NGC からですね、皆さんにちょっとお知らせをさせていただきたいと思いますんで、お時間ある方はちょっとお付き合いください。12月の6日、日曜日に、スタジオ江戸文主催で開催されます、サイエンスホールでやる、イベント、ああ、 NGC 大忘年会2015、今年が正念場だな、はい、こちらのイベントのですね、もう先着チケットも全部終わりまして、終わりました、ね、チケットが全部はけ切りました、でもう、来場者はもう決定したんです。決定しました、ね、当日来ない方もいるかもしれないけど、でそのイベントではですね、生放送をやったり動画を撮影して後からさ、あの上映したりとかはしないんですけど、はい、それと同じように、会場限定でのみ、
購入することができる、はい、スタジオエドフミオフィシャルグッズの、うん、物販販売があります、はい、あります。でそれに関する、ちょっとお知らせでございます、はい、ちょっともうちょっと引っ張ってから出してもいいかなと思ったんだけど、うん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 、もう今日、はい、やっちゃいます、うん、はいはい、うん、この放送終わった後、うん、C パートあるじゃないですか。ありますね。C パート流し終わった後、うん、運営コメントリンク先に、うん、スタジオエドフミオフィシャルオウンド、うん、のリンクを貼るんですけど、はいはい、そのリンク、先にですね、その、NGC 大忘年会2015で販売される物販の、うんうんうん、リストを、公開したいと思います。ついに、はい、うん、全商品掲載されている値段と名前 と、うんうんうん、デザインが掲載されているリストを、うん、公開しようと思います。はい、はい、なので、うんうん、ぜひとも会場に来られる方は今のうちに値踏みしてくれればと思います。そうですね、はいはい、で、うん、ここからが大事なお知らせなんですけれども、はい、今言ったのはですね、うんうん、会場に来る人のみに、意味がある、お知らせなんですけども、まあまあね、会場に来られない方にも実は意味があるお知らせでして、うん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 、どういうことかというとですね、はい、なんとこの度、うん、予定としてはですね、はい、チケットを、うん、お持ちの方のみ、はいはい、物販を購入することができるように準備を進めていたんですけれども、うんですね、イベンターの方と調整をすることができまして、はい、チケットをお持ちでない方でも、うん、一定時間内グッズを購入できるように、しました。はい、はい、うん、なのでそれの詳細も、公開ページに載っております。はい、なので当日会場に行けなかったよ、イベント参加できなかった、うんうんうん、チケットもらえなかったっていう人、はい、でも、物販購入できる、時間を作りましたので、はいはい、ぜひともお近くにお住まいの方は、うんうん、物販目当てで遊びに来てくれても、非常にありがたいのでよろしくお願いしたい。そうですね、そういうことでございます。はい、それのお知らせがまとまっているページをこの後、運営コメントでアップするということでございます。うん、そちらぜひとも注目してみてください。はい、ということなので、うん、あの木曜日にウィッチャーの時間にやってたグッズ公開のやつ、ね、うん、あれなくなる、まあ現物見せるっていうのは、まあ、現物はね、うん、続けてもいいかなと思う。あそこに書いてあったこれですっていうね、うんうん、まあ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 いろいろ、ありますんで、はい、楽しみにしてくれればと思います。